静香さん、頼んでいたうちの掃除ちゃんとやったの？はい、今朝お母さんが外出中の時にやりました。倉庫整理と水回りの掃除もしておきましたよ。あのね、女手抜き掃除すぐにわかるんですからね。え？手抜き掃除？私ちゃんと真剣に掃除しましたよ。手なんか抜いてないです。嘘言わないの。女中途半端な綺麗さで掃除が苦手ならちゃんと言いなさい。いえ、本当にちゃんとやりました。水回りも他の掃除も場所ごとに洗剤も使い分けました。重曹やクエン酸でオリジナル洗剤も作りましたし。でも結果的に私は満足していないのよ。それって掃除できてないってことでしょ？そうかもしれませんが。嫁が姑に口答えするなんて生意気なのよ。掃除もできない、ご飯も作れない、それに孫もまだ産まない、こんな嫁もらうんじゃなかったわ。そんな言い方しなくても、掃除はお母さんの満足いくようにできなかったかもしれません。でもご飯はちゃんと作れています。夫の和也さんも美味しいって言ってくれてますし。和也はね、優しいから本当のこと言えないの。本当はあなたの料理なんてまずいって思ってるんだから。そんなことありません、お代わりだってしてくれますよ。だからそれも和也の優しさなの。それもわからないなんて本当ダメな嫁なんだから。でも私ちゃんと調理師免許持ってますよ。料理が下手と言われるのは心外です。資格なんて持っていても関係ないの、結局は実践なのよ。実践？実践ですか。やっぱり和也は私の料理の味が忘れられないのよ。いつもあなたの料理は薄味だって言っていたわ。それは私たちが結婚する前の話ですよね。その時は和也さんの食生活が荒れていたんです。だからわざと薄味で栄養バランスの整ったものを作っていたんです。そんなのは言い訳よ。そうだ、今度あなたが作ったご飯を持ってきてちょうだい。ご飯をですか？家が近いんだからそれくらいできるでしょ。できますが、でもなんで私のご飯を？お母さんまた腰痛めたんですか？私が静香さんのご飯を審査してあげるって言ってる。自分の料理に自信があるんでしょ？そこまで言うなら私が点数をつけてあげるわ。いいですよそんなの、どうせ薄味だって言われるだけですから。あら、逃げるの？掃除だけじゃなく料理も怒られるのが怖いのね。そういうわけじゃありません。私はお母さんに気に入られたくて料理してるんじゃありません。和也さんの健康のためにご飯を作ってるんです。だからその料理を審査してあげるって言ってるの。今日の夜ご飯持ってきなさい。いいわね静香さん、あなたのご飯食べたわよ。ごちそうさまね。お粗末様でした。ところで早速審査発表していいかしら。はあ、まずコロッケなんだけど、これは43点。食べ応え重視で大きいだけね。味付けも普通でありきたりな味だったわ。そうですか、和也さんは美味しいって食べきってくれましたけど。続いて副菜のサラダなんだけど、私乾燥サラダって嫌いなのよね。あとトマトも嫌い、だから点数は12点。それってただのお母さんの好き嫌いじゃないですか。横暴ですよ。乾燥サラダは栄養素が高いんです。食べ応えもあるし和也さんも気に入ってくれています。うるさいわね、嫁が姑に名前聞いてるんじゃないわよ。そうですか。それと汁物のお味噌汁なんだけど、これも普通ね。豆腐と油揚げの味噌汁なんて普通すぎるわ。点数も25点がいいところかしら。普通で25点ですか。あとはおそぼそとした漬物があるけど、これは市販品よね。自作じゃないのでこれは0点です。0点？あなた調理師免許を持ってるのに漬物も作れないのね。こんな点数低いご飯で呆れてるわ。この点数は悲劇がありすぎます。お母さんの好き嫌いも反映されていますし、公平じゃありません。低く点数をつけられたからって負け惜しみ？こんなご飯ばかり食べさせられてうちの和也がかわいそう。
薄味のまずいご飯にも慣れてしまったのね。だから和也さんは美味しいって言ってくれています。和也さんに点数聞いたら100点って答えてくれましたよ。それこそ公平じゃないわ。和也の優しさにつけ込んで言わせたんでしょ。そんなことしていません。王子もできない、料理もできないってバレて悔しいんでしょ。だからそんなことはありません。生意気な嫁のために私が一肌脱いであげようかしら。本当の料理上手を私が見せてあげるわ。どういうことですか。今度は私がご飯を届けてあげる。明日の晩ご飯は私が作った料理よ。お母さんが。きっとカズヤも喜ぶはずね。期待して待っていなさい。ちょっと待ってください。いいですよそんなの。カズヤさんのご飯は私が作りますから。来週健康診断を控えていて、今塩分量とか計算して作っているんです。女の目分量でいいのよ。それにカズヤはまだ若いんだから、健康診断なんて気にしないの。それじゃあ明日の夜とっておきのご飯持っていくわね。姑の本気を見せてあげるわ。どう、私のご飯食べてくれたかしら。はい、いただきました。私も和也さんも完食しました。当たり前でしょ。私の美味しいご飯を残す人なんていないんだから。和也も喜んでいたでしょ。ところで、なんで昨日の私のメニューと同じものなんですか。2日連続コロッケで和也さんも驚いていましたよ。それは食べ比べしやすいように決まってるでしょ。昨日のあなたのコロッケと私のコロッケ、息子の和也に食べ比べてもらいたかったの。そういうことでしたか。どう、和也美味しいって言ったでしょ。そうですね、美味しい美味しいって食べてましたよ。やっぱり母の味が恋しいのね。これはもう私の圧勝かしら。どう、私のご飯100点でしょ。調理師免許なんて関係ないのよね。それではお言葉に甘えて点数をつけさせていただきますね。コロッケは0点。あ、0点。乾燥サラダも0点。お味噌汁も0点。漬物も0点。お母さんの料理はすべて0点とさせていただきます。何言ってるのよ。2人とも完食したんでしょ。私に負けたからって変な点数つけないで。いえ、これはしっかりお母さんの採点基準に従いました。お母さんは私が出した漬物に0点をつけました。なぜなら漬物が市販品だったからです。それが何よ。そしてお母さんのご飯はすべて市販品であることが判明しました。よって0点をつけさせていただきます。私のご飯が市販品ですって、どこにそんな証拠があるのよ。私の料理が市販品レベルで美味しいってことでしょ。ここからは解説者として和也さんに代わりますね。え、和也。お母さん、俺和也だよ。今静香のスマホ借りて打ってる。和也、今日のお母さんのご飯美味しかったよね。100点よね。うん、美味しかったよ。そうよね。でもさ、あれ全部デパ地下のお惣菜じゃん。俺全部わかるよ。何言ってるの。お母さんそんなことしたことないでしょ。いや、俺が小さい頃からデパ地下惣菜を食卓に出してたじゃん。さも自分が作った風に。あれ、俺も父さんもみんな気づいてたよ。え、みんな知ってたの。だって普通にお惣菜パックとかゴミ箱にあるんだもん。用意してもらってる分強く言えなかっただけだからね。おかげでデパ地下の惣菜の味は全部覚えてるよ。だって俺のお袋の味なんだもん。パート気づいてたなら言ってよ。まあ普通に惣菜は美味しいしいいかなって。でもおかげで外食に慣れて舌がバカになったんだよね。それを直してくれたのが静香の薄味料理なの。そうなの。静香のおかげで俺素材の美味しさとか分かるようになった。ほんと静香は料理が上手で気が利くいい奥さんだよ。そうね。でもそんな静香を母さんは嫁いびりしてたんだね。今までの LINE のやり取り見させてもらったよ。
嫁いびんなんてしてないわよ。私は和也のふさわしいお嫁さんになるよう注意してたの。つまり反省の態度はないってことだね。母さんがこんな人だと思わなかったよ。しばらく実家に帰るのはやめるわ。母さんも静香のこと呼び出すのやめてね。それじゃ。え？カズよ。あ、そうですね。静香です。変わりました。0点をつけられた理由、納得してくれますよね。何よ、カズヤを味方につけていい気になったつもり？こんな騙し討ちみたいなの、許さないんだから。許さなくて結構ですよ。それでは今後、私もカズヤさんも、そちらに伺うのをやめますので、失礼します。待ってよ、本当にもう遊びに来ないの？せっかくお家が近所なのに。せっかくですけど行きませんね。それと最後に伝え忘れていたのですが、私たちに子供ができました。え、子供？つまり私のお孫ちゃんってこと？やったじゃない。この子もお母さんに会わせるつもりはありませんから。え、嘘よね。家に押しかけてくるのもやめてくださいね。すべて和也さんに報告しますから。それでは本当に失礼します。あれから私にお母さんからの連絡が来ることはありません。もちろん突撃もありません。和也さんに全て報告するの言葉が聞いたんでしょうか。和也さんにはお母さんから謝罪の連絡が来てるようですが、しばらく反省させるということで全スルーしているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。